はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3では続きをやっていきたいと思います。とりあえず盗賊の鍵を手に入れましたので、先へ進んでいきましょう。あとお城でなんか開けられるとこってあったっけ。あ、ここが開けられそうですね、左のところが。まあ男が一人しかいないですけど。アリー繁盛にお勤めして10年、僕もお城の学者になりたかったのに試験に落ちちゃって。受かった人はきっと頭が冴える本でも読んでいたに違いありませんよ。いや別にさ、それは合法的でしょ。それは違法ドラッグとかだったらさ、やばいけどさ、頭が冴える本を読むこと自体は合法的なんだから、お前もそうすればよかったじゃんっていう。で、町の外へ出て、まずはレーベの村へ向かいましょう。で、レーベの村で魔法の玉を取りに行きます。お金は391円か。どうしようかな、装備的なもの。結構貧弱なんだよね、まだ装備は。ただ次のね、ロマリアでなんとか装備を整えたいっていうのもあるけど。そうか、ゆずちゃんトゲの鞭になって、おお、4匹全員倒せるんだ。あかねちゃんも4与えるようになりましたね、ブロンズナイフを装備して。これはかなり戦闘効率が良くなったんじゃないか。で、レーベの村の鍵のかかった家がありますので、ここへ行きましょう。まずは壺を見よう。何もない。賢さの種で、これは大きな釜の中には何やら不思議な液体が煮え立っているこんなさ、火使って誰もいないってちょっと危なくないか、火事になるぞ。で、じいさんがいますと。ん、なんじゃお前さんは。わしの家には鍵をかけておいたはずじゃが、もしや鍵を持っておるのか。はい、なんとそれは盗賊の鍵、不法侵入じゃーみたいな。するとお前さんが、あの勇者オルテガの、そうじゃったか、できればこれを、ん、であればこれをお前さんに渡せねばならない。魔法の玉を受け取った。その玉を使えば旅の扉への封印が解けるはずじゃ、気をつけて行くのじゃぞと。爆弾を渡されてしまった。毒消し草をもらっていこう。変わった本はない、変わった本はない。海の向こうの国々ではアリア藩からの勇者を待ち望んでいるはずじゃ、ぜひとも彼らの助けになってやってほしいのじゃ。そうか、どこの国々も人頼みか。まあしょうがない、そういう世界だからね。もうこれはそれを解決してあげるのが勇者の定めとあるというもの。とりあえず先へ進もう。もう武器屋は無視だ。次の町でいいアイテムを買っていきましょう。うん、大ガラスは多分ゆずちゃんが処理してくれるはず。ピシッピシッピシッって、いいね。俺もゆずちゃんにトゲの鞭でぶたれたいトゲの鞭でさ、ぶたれるとさ超痛そうだよね。確実に出血するからね。まあ俺はちょっとね、そういう趣味はないんで。さすがにね、ゆずちゃんにトゲの鞭でぶたれたら、おお、これはサソリバチとかも出てきたか。あかねちゃんどうするかな。メラを唱えるのもな、そこそこ長いダンジョンに入るはずなんで、マジックパワーはまだ節約していきたいですね。っていうかミックスがさ、ホイミまだ覚えなかったっけ。ホイミはね絶対覚えるはずなんですよ。でもマジックパワーが伸びないからね、力自慢だから。レベルが上がった。マジックパワー1しか上がらない。まあ力が上がってくね。でホイミ覚えましたと。まあただ勇者の魔法はちょっと予備的なもので取っておきますか。バブルスライムか、これは早めに勝たしておこう。まあゆずちゃんは人面鳥、あかねちゃん、よしよしよし。で、祠がありますね。うわ、バブルスライムがいっぱいいる。ちょっとこれはヒャドは3か、やばい。このゆずちゃんの鞭でどれだけのバブルスライムを排除できるか。3体4体、うん、いいね、めっちゃ強えわ。トゲの鞭とかすげえ経験値持ってたな。しかも
で、あかねちゃんもレベル6になりましたと。マジックパワーが上がって、ギラはまだ覚えないか。ギラをね覚えてくれるとさらに楽になるんだけど。で、このおじいさん、お若いの魔法の玉をお持ちかな。はい、テロリストじゃーみたいなならばイザナイの洞窟にお行きなされ、泉のそばのはずじゃ。あ、どっち調べた今。あ、キメラの翼ゲット。じゃあ右だな。おお、小さなメダルもゲット。小さなメダルめちゃくちゃ重要だからな今回。ムチやブーメランについて書かれた本を見つけた。ムチ、ブーメランは一度に多くの敵を攻撃できる武器だ。ムチはそのグループに、ブーメランは敵全てにダメージを与えるであろう。たとえ今より攻撃力が落ちようともそちらの方が得という場合もある。考えて使うべしと。まあそうだね、全体攻撃とかグループ攻撃はやっぱり効率がいいからね。ではここの、あ、ここでもう入るんだ。タッタッタンみたいな感じで。ここの階段ですね。これはもう地面に直接階段を掘ったのかなこういう洞窟を作った人もすごいよね。またじいさんか。もうじいさんだらけだなこの国。ここはイザナイの洞窟じゃ。じゃが階段は石壁で封じられておる。ここで魔法の玉を使いましょう。壁に仕掛けた。もうちょっと離れた方がいいんじゃないか。いやー、あんな弾っころでさ、これだけのさ爆発が起こるなんて確実にテロリストだよな。で、このじいさんに話してみよう。もはや封印はほどかれたって賢さの種も一応もう自分に使っちゃおう。1しょぼいな。あ、宝箱あんじゃん。え、蓋の裏に何やら文字が刻まれている。アリア藩より旅立つ者へこの地図を与えん。地図を見たくば下画面、さらに Y ボタンでより見やすくなるであろう。何時の旅立ちに栄光あれ。不思議な地図を手に入れた。別に地図自体は不思議でも何でもないと思うんだけどね。一応これで下画面に地図が現れましたね。まあ下画面は映してないんですけれども。で、ここが若干複雑なんだよね。落とし穴とかがあったりして。ここは落とし穴から落ちた時に多分戻ってくるとこなんで。かといってね、宝箱はやっぱり回収していきたいんですけど、ここは先があれでしたね。ちょっと落とし穴だったんで。アルミラージとかお化けアリクイとか結構強いな。シャドウを唱えていくか。そうすると、うわ、ヒズちゃん、ちょっとお化けアリクイしかも倒せないのか。モモちゃんと、じゃあメラでよかったじゃん。お化けアリクイ7、やばいぞこれ。ラリホーキャドカシャーン33、まあ、ダメージ自体はかなり強い。ゆずちゃん目を覚ましたのは大きいね。いや、敵がいきなり強力になったな。あかねちゃんの攻撃力がちょっとねやっぱり弱いけど、一戦闘に2回は魔法使いたくないんだよね。ゆずちゃんが7レベル。マジックパワーがマジで上がっていくな。さて、ミックスどうしようかな。自分でホイミ唱える ?36 か。まあ、半分くらいまでは減ってたんだね。まあ、ゆずちゃんは防御力が高いから、なんとかなると信じて。これって上いけんのかな。あ、いけるわ。アルミナージュを先に倒そう。これは攻撃だけでなんとかしたい。うわ、アルミナージュも攻撃力が強い。基本的にな、防具が貧弱だからな。旅人の服しか装備してないからね。簡単に言うと服だからね防具、鎧とかじゃなくてさ。そりゃもろにダメージ食らうでしょう。なんか適当に言ってるけど、あれ、どこに出てきた今。あれ、同じとこに出てきたねちょっと待って、ええもう一回ちょっと回るか。魔法使いがいっぱい出てきたよ。しかもゆずちゃん頼む、無知で。いやー、ダメだ、排除できない。2、攻撃をしてくれる分には全然。うおー、一番右も倒せないのか。ゆずちゃん9、やばい、死ぬぞこれ。うわ、やばいやばい。ゆずちゃんガー、死んでしまった。撤退せざるを得ないこれは。しかもゆずちゃんはうちのアタッカーだからな。
これでさ、教会で生き返す金をさ使うくらいだったらなんか防具かけた方が良かったよね。いや、てかメラが強いな。防御無視だからね、魔法は。魔法防御とかないからね、これは。まあ、それこそ魔法の強みは1で倒した逆に魔法の強みなんですけど、これは早々に撤退せざるを得ないな。そして俺が今どこにいるんだかよく分かんない。キメラの翼を使って逃げましょう。ここはモンスターが出ないはずなんで。そうか、ゆずちゃん防御力は高いけど魔法に弱いのか。そういう欠点が露呈したな、魔法使い軍団により。キメラの翼を使ってレーベへ飛びましょう。じゃあ今あるお金で買えるものは買って先へ進みますか。まずはよみがえらせて寝て余ったお金で買い物をしましょう。いくらくらいかかるっけ、生き返らせるのに。生き返らせるゆずちゃん50円、それなりにかかるな。レベルかける10円だっけ。1レベルだと10円、5レベルだと50円。違った7レベルだった。であと宿屋でね寝たいんで、薬草をどうしようかな、買ってこうかな。そうするとミックスがホイミ2回だろ。でももちゃんはもう完全にホイミ役だね。どれだけ唱えられるか。あ、27か、結構あるね。そうすると鎖釜が買えるのか。鎖釜より強いんだね、しかも。ももちゃんにな、鎖釜を買ってあげるっていうのも手だけどな。あ、革の鎧装備してんじゃん。そうか、革の盾とかってなかったっけ。アリアハンとかに売ってたんだっけ。帽子は2しか上がらないからね。じゃあ鎖鎌だよ。鎖鎌をもうちょっとももちゃんに買ってあげよう。で、革の鎧も、ももちゃんに装備させましょう。で、あと売る。旅人の服ってもういらないよね。全員旅人の服装備してるよね。旅人の服以上のものを。全然違ったまだ布の服だったあかねちゃんごめんよ、君はまだ布の服だったのか。じゃこれで布の服は売るでしょ。でももちゃんのコンボも売っていいでしょ。で旅人の服も売っていいよね。これで大丈夫でしょさすがに。でヒノキの棒売って布の服も売りましょう。よし、これで150円になったな。そうすると革の帽子げ1円足りねえ、2つ買うのに。どうしようかな。まあ少しでも防御力上げておく。でもこれに80円使いたくないんだよな。いいや、じゃあこれでもう一回リベンジしましょう。まあね、ももちゃんのね攻撃力が上がってるんで、まあゆずちゃんがここら辺は排除してくれて、ももちゃんいいね。あかんね、ちゃんはもともと攻撃力弱い。会心の一撃とか。このスライムに対して何の恨みがあるんだ。かわいそうだな、完全に液体がべちょーって飛び散りそうだよね、会心の一撃で倒したら。バブルスライムは厄介だから倒しておきましょう。おお、ゆずちゃんダメージを受けない、すげえな。やはりゆずちゃん、ただちょっとヒットポイントは少なめだね。ももちゃんのヒットポイントの高さが半端じゃねえな。あかねちゃんも高えしな。うちの魔術師軍団はどうなっているんだ。アタッカーよりヒットポイントが高いっていう。だったらももちゃん2番目に上げてもいいかもね、並び替えで。うおー、バブルスライム軍団が出てきた。これはちょっとメラを唱えよう。ゆずちゃんでどこまで排除できる。1人2人、3人、4人、いいね、4匹も倒せるんだ。だったらあかねちゃんメラ唱えなくてもよかったけど、
まあそれはね結果論なんでしょうがないっすね。ただお金も貯まってくる、今のでだって50円でしょ。ここの洞窟を抜ける頃にはそれなりにお金が貯まってそうだな。撤退するたびにね金が増えるからね、全滅しない限り。でまたこの洞窟の中なんだよね。あんまり迷いすぎてもあれなんで、まあ、とりあえず上の方まで行くってことはよ、一旦こっちに来てもう一つなんか道があったよね、なかったっけ。これもまた厳しいな、やっぱギラがないと厳しいね。シャドウ唱えよう。ゆずちゃんはサソリバチをなんとかしてくれる。よしよしよし、いやありがたい、これは超ありがたい。3匹倒せたのはでかい。でヒャドでアルミラージも OK でしょ。うおー寝た。よしよしよし、意外に損害が少なくて済んだな。これね42円、経験値がなんか微妙な感じだな。経験値も40くらいくれてもいい気がするんだけど、これ右に行ったんだっけ。あれどうしたんだっけ。あ、左に宝箱があると。毒消しそう。まあキアリーをまだ覚えてないからね、6レベルでキアリー覚えてないって相当だな。でアルミラージ2体だったらちょっと攻撃でなんとかしたい。まあムチも2体目までだったらそんなに攻撃力下がらないですね。でどっち。いやーなんか大体こういうのって奥っぽいんだよね。ほらじゃあ奥を攻めていきましょう。でここからすげえ外壁を伝ってるね、めちゃくちゃ長いんだけどお化けありくいか。これもちょっと2体だから攻撃でなんとかしたい。ももちゃんよし、あかねちゃん3、まあ、3でも助かる今は。この2人でも経験値6しか持ってないんだ。お化けありくいだな、やっぱり。多分ゆずちゃんは、おお、ダメだ。いや、ただお化けありくいを2人倒せたのはでかいな。いや、やっぱ AI 結構頭いいね。倒せる強いやつを優先してくれる。倒せないかなって思ったんですよ俺。だったら人面鳥をね確実に数を減らしておこうかと思ったんですけど、無用な心配でしたね。こっちは何もない。ここは宝箱取っていきましょう。あー聖なるナイフいいね、聖なるナイフ。でもさ、あ、間違えたよああれ聖なるナイフの方が強いのか。あ、そうか、俺銅の剣装備してたんだっけまあ一応攻撃力が2、あ、待って、渡すが2番目にあってほしいな俺的には。ももちゃんはもう鎖鎌だからね。じゃあこれは銅の剣を売って金にしましょう。でこっちとかはお化けありくい、これも4体出てるけど。ゆずちゃんいいね、本当にいいわ。でゆずちゃんが最初に攻撃してくれるのがかなりマストになるな。今はゆずちゃんの攻撃が遅かったからちょっとダメージ効率があんまり良くなかったですけど、まあ、素早さ的にはね最初に攻撃してくれる期待値はかなり高いんで、もう自分で回復しよう。あれこっちとかいけるね、階段がある。あれなんか行ってないところなかったっけ。これ多分先に進んでるよね。どうしようかな、まだ余力があるからちょっと行ってないところを探索したい。とりあえずこっちが先へ進む道っぽいことは分かったんで、この右かな。あれどっから来たっけ、あれこっから来たっけ。でこの左何にもねえじゃんでこの右も何もなかったよね。そう落とし穴があるだけだから、あ、じゃあよかったのか。いやでもこういうのはねやっぱり行ってみないと気になって気になってしょうがない。サソリバチはゆずちゃんに任せておけ人面鳥かよ、まあいいわ。あれ2体目すげえダメージ下がってんな。でももちゃんも
あーでも鎖鎌だとそんなもんか。まあ茜ちゃんは攻撃力が上がってくれたから今のサソリバチを倒せたっていう感じですね。でミックスのレベルが上がりましたと。ニフラム覚えたけど今更ニフラムか。おお、ももちゃんなんでこんなにヒットポイントがガンガン上がってくの、すげえな。あ、きっと性格的なものがあるのか。そういえばなんだっけ、ももちゃんクローニン、クローニンだとヒットポイント分かんの。これどれだ、左から行くか、順番に行きましょう。アルミラージ、これはちょっとキャドを唱えよう。そう、まずユズちゃんがね最初に攻撃してくれてダメージを与えていくと。でアルミラージ結構防御力が高いんだね。ムチがあんまり通らない。ラリホー、寝た寝た、やばい、うちのアタッカー2人が寝たか。しかしももちゃんも鎖鎌だからねダメージは期待できる。で左、これは旅の扉があるね。ちょっと待って、真ん中は何もないね。右顔見よう、出た魔法使い軍団、軍団っていうか2人だけどさ。おお、16で倒せない。しかしももちゃん会心の一撃メラ、これは食らったら、おお、よかった。ヒャドとか唱えられたらさ超危険だよね。メラでいい、よかったわ。で一番右の扉もちょっと見てみましょう。宝箱があれば、おお、ないか、単なるハズレか。キャタピラ、これはメラでいこう。あ、ヒャド唱えした、まあいいわ。確かねちょっとヒットポイントが高かった気がする。こいつはほらここに出てくる敵にしてはヒットポイントが高いんですよね。でゆずちゃんはね一回食らうと、え、ゆずは薬草盗んでいた、すげえ、そんなんあんの、盗んだ薬草使おうぜ。あれこっちいやまあ普通はね薬草使うよりそれはマジックパワー余ってるからホイミ使った方がいいんですけど、まあせっかくなんであ、キャタピラまだ出るか、キャド唱えよう。これで終わりだ。いいね、ヒャドは火力が高いね、さすがに。で、アカネちゃんが7レベル。そろそろギラを覚えてほしい。ギラ、まだか。それなりのレベルの高さがあると思うんだけど、まだギラを覚えないか。で旅の扉で新しい地へ来ましたと。お城が見えますね、このお城へ行きましょう。でここはロマリアのお城。これは噂ですがやがてアリアハンの勇者がやってきて魔王を退治してくれるそうですよ。なんで確定事項になってんだよこいつら本当に。魔王が世界を滅ぼすという噂のせいかもしれんが、昔に比べ人々の心も乱れたものよ、嘆かわしいことだ。武器と防具屋、鉄の槍とか売ってるね。青銅の盾も売ってるのか。250円でこれだけ防御力が上がれば結構お買い得だね。青銅の盾をまず3人分買ってあげますか。道具屋は特にっていう感じですね。あ、木の帽子があった。あ、鉄の前掛けとか売ってんじゃん、装備できないけど。これは商人専用か。木の帽子、木の帽子ってすげえガサつきそうだよねでこの地下に行くと、まあコロシアム的なのがあるんですよ。モンスター同士が戦う手に汗握る格闘場ですと。あら、よその国の方ね、ロマリアでのいい思い出にどんどん稼いでいってね。そんなカジノじゃないんで稼げないですけど、試合を見たかったら左のカウンターで掛け札を買ってくるんだな。話しかけないで気が散るざます。予想や、まあ、予想は意味ないんで。で、この商人。ああ、勝ちっぱなし、いいね。すごいね。よし、そこじゃ行け、フが。ち、今日はついてないぜ。まあ、1回くらいやっていきますか。せっかく来たんで。手に汗握る格闘技スタジアムはこちらと。どのモンスターが勝つか、ズバリ当てれば大儲け。60円もするんだ、結構たっけえな。魔法使い 21.5 倍、コウモリ男、キラービー、これはどっちかだな。どうしようかな、コウモリ男にするじゃん。
モンスターが放たれた。まず魔法使いに。おお、狙う。俺を狙うなよ。いて、ひどい。げ、なんでこんな集中攻撃してくんだよ。ひどすぎないか、これは。あ、でもキラービーが攻撃して終わりだな。キラービーだったか。さようなら。まあ、俺は賭け事には向いてないですからね。まあ、一回遊びでやったらもう終わりにしましょう。で、ここら辺が開けられるね。魔王が世界を征服するって本当かしら、とても信じられませんわと。満月草をゲットして2階へ行きましょう。で、これも普通に開けられて、毒消しそうか。小さなメダル欲しいね。まあ、ガーターベルトがいるかって言われたらちょっとあれだけど。え、これ開けられないの？そうなんだ。で、下に人がいたんでちょっと話してみましょう。あんたよその国の人だな。だったら教えておいてやる。この国の王様はお調子者で気をつけるこったな。信頼がなさそうだな、ここの王様。まあ、でもお調子者だけあって、まあ、気さくな王様だよねみたいな。この城の遥か北にカザーブの村がありますわ。なるほど。くじけぬ心、くじけぬ人でしょうか。頭が冴える本。ちょっともう変える本は変えていく。頑張り屋か。頑張り屋ってどうなの。苦労人はね、人々がすっげえ上がっていくからね。切れ者、切れ者ってさ、賢さだよね、どう考えても。賢さ27あるからね、一番頭いい。ちょっと待って、ゆずちゃん頭良すぎるぞ。どうしよう。お天場辞典とかにしてもな、なんかな。ちなみにね、性格は多分セクシーギャルがね、一番いいはずなんですよ。ガーターベルト装備するとセクシーギャルになるのかな、性格が。で、この子供はアリアハンから来たんでしょと。なんか特徴出てたのかな、アリアハン人だっていうのは。で、この家の中、まあ、壺を調べよう。もうとにかく、おお、いいね。小さなメダルが欲しい。小さなメダルは俺が有効活用させていただこう。何やら世の中が物騒になっていると。まあ、王様、おお、顔の帽子か。確か帽子装備してない人いるのに、勇者とか普通に装備してない。てか道具があれだな、なんか道具整理ってなかったっけ。あと道具整理、これちょっと預けよう。一回全部コミック預けよう。何にもないね。で、その中から袋で革の帽子、まあ、まずはちょっとあれだね、あかねちゃんに遊びさせよう。まあ、まずはね、自分のことより女性に貢がないといけないんで、自分の装備は後回し。まずはね、みんなの装備を整えてあげないと。フューフュー、ああ口笛がうまく吹けん。ボビーはどこに行ったんじゃ。ボビー、そろそろうちに帰るぞと。こういうところなんか怒ってないかね。怒ってなさそうだね。あ、こいつここにいるじゃん。なんか怒ってないかな。うーわんわん、どけ。そこを調べたい。口笛ってさ、なんか吹けたよね。遊び人が吹けるんだっけ。モンスターを呼び寄せる。もしやアリアハンから参られたお方では。ああ、お待ちしておりましたと。で、こっちも階段があって、ああこれはいけないわ。いやー、早く鍵を手に入れたいね。鍵を手に入るとね、こういうところが開けられるんで、すげえウキウキですよね。ただ覚えておかないといけないんだよね、どこに何があったかって。王様がお待ちかね。まあ王様のとこに行きますか、先に。別に王様に用はないんだけどな、俺は。私は風のささやきを聞きました。あなたも聞きますか。カザーブの村のはるか西にシャンパーニの塔がそびえているよ、そびえているよって。あなたは夢のない人ですね。そうだ、夢なんて知らんわ。どうか我が王の頼みを引き遂げてくだされ。あれ、こっちが王妃様なの。アリアハンは美しいところと聞きます。きっと人々の心も美しいのでしょうね。そんなことないよ、王様50円しかくんないからね。よくぞ来た勇者オルテガの噂は我らも聞き及んでおるぞよ。まあ、ここは次のレベル、記録していきましょう。ゆずちゃんがそろそろレベル上がりそうでしたね。頼みがある。カンガタというものがこの城から金の冠を奪って逃げたのじゃ。もしそれを取り戻せたなら、そなたを勇者と認めよう。さあ、ユケミックスよ。
これを取り戻さないと勇者と認めてくんないんだ。自分勝手すぎだろ勇者と認めてもらいたかったら金の冠を取り戻せって。城の兵士連れてけよ。こういう城の兵士たちってみんなどれくらい強いんだろうね。しびれは放っておいても治りますが、満月草だとすぐに治りますよと。全身がしびれるってどういう感じなんだろうね。足がしびれるだけでもさ、うわーってなるのにさ、それが全身でしょ。相当きつそうだな。全身がしびれるとかなったことないからな。結局これ話せないじゃん。こっち来る。話せる話せる。うるせえな、俺はカンダタの仲間じゃねえって何度言ったらわかるんだ。あれお前誰？俺はてっきりこの城の兵士がまた聞きに来たと思って。まあいいや、カンダタってのは俺なんかよりよっぽど悪人だぜ。シャンパーニって塔に古文を集めて住んでるから、自信がないやっつけてくれよ自信はないけどね、今のレベルだと。確実に返り討ちに遭う。まあ新しい町に来るとちょっとやることが多いね。ここは開けられないよね。北のカザーブから来る途中、魔物に襲われて荷物をみんな落としてしまいました。なんとかロマリアに着いたものの、もう商売上がったりですよ。まあそんな危険なことをするからね、外に魔物がいるっていうのは分かりきってることだから、その中をさ無理くり強行して来るからにはそれなりのリスクを背負わないと。で、わしの息子は遊び好きでな、王様になってもその癖が抜けん。困ったやつじゃん。このじいさんあれか、元王様か。ずるっこの本、いわゆる上皇だね。まあただ政治にはもう参加してそうしてなさそうなんで、完全に王様にも政治を任せてますね。ただそう、そういう王様こそさ、なんか上皇が口出しすべきだよね遊んでばっかってことは。でこっちは兵士の詰め所かな。ふうむ、この辺りは特に魔物が増えているようだな。東には恐ろしい怪物が。まず北に旅立ち腕試しをするがよかろう。あ、そうそうそう、わりかしね、こっからいろんなところに行けるんで、いきなり東に向かうと敵が強いんですよね。まあだからまずは北を目指しましょう、あの兵士が言ってるように。で今は、ちょっと待って、金がいくらあったか見たかった。400円。でまた新しいさ村に行くってことは、新しい装備が売ってる可能性があるんで、金が貯まる前にどんどん進んでいくからね。ポイズントード、これもまた強そうだな。ヒャドで対応していこう。モモツちゃんで倒せる？よし倒せるね。ポイズントードってことは絶対毒にしてくるよね。バブルスライム的なあれだと思うんで。まあまあまあそれなりだね。36円。なんか爆発的に経験値が増えるってことはないな。うわちょっと待って、もうなんかいきなりやばいんだけど。魔法使いをね、この無知で一発で倒せないっていうところ、ゲスクルトなんて唱えてくんのかよ、厄介だな。777、まあなんとか対応できるかな。メラ、ゆずちゃんが食らうとまずい。あかねちゃんもちょっとまずいな。キャドでキャタピラを一体確実に倒す。よし。で、あとはゆずちゃんが魔法使いをのしてくれれば。やばいやばい厳しい厳しい厳しい。やっぱりちょっとせめて聖堂の盾くらいは買ってくか。盾がないのとあるのでは全然違うからね。まあ、別にドラゴンクエストはその回避っていうのが盾に設定されてるわけじゃないんで、別に回避率とかは確か変わんないはずなんですけど、 FF はね本当に盾ごとに回避率があるんで。で、ホイミで回復したけど、あ、寝てないっけ。そういえば495円。売るもんはちょっと売るか。銅の剣とか売れるからね。ズルッコの本とかもなんか売っちゃって良さそうだけどね。今金がないからな、とにかく売ろう。ズルッコの本売る。あとはおてんばもいいでしょ別に。でくじけぬ心とかな。あれ187円高い。どうしようかな、くじけぬ心ゆずちゃんに使おうかな。
あ、頭が冴える本はあかねちゃんに使ってあげたいね。あかねちゃんに渡して、でくじけぬ心はとりあえずゆずちゃんにしよう。体力が上がるのか、まあ、体力が上がるのか。あれ、くじける心って何、装備するもんなの？そうか、あ、そっか、本じゃないのか。絶対本ってなるんだね。じゃあ、あかねちゃんにちょっと、切れ物、あ、やっぱり切れ物はあれだ。頭がいい系だね。ゆずちゃん、ちょっと、まあ、まだ7レベルくらいだから、取り返しはつくと思うんだけど、ちょっと性格変えたいな。かといって、なんかずるっことかさ、そういうのには変えたくないからな。678円になったか。じゃあちょっと聖堂の盾をゆずちゃんとそう、さすがにこれはミックスに装備させよう。で、川の鎧は特にだね。鎖かたびら、聖堂の盾がもう一個欲しいね、やっぱり。まあ風笛行きますか。北にある、これで多少はマシになったでしょう。で、祠がありますね。寄ってみますか。で、扉を開ければその先はポルトガの国だ。魔法の鍵を持ってるなら通るがよい。何、魔法の鍵がどこにあるかだと。はい、それすら自分で見つけられるならこの先に行ってもいいことは何もない。厳しい厳しいけどさ、お前らだって俺に頼ってんだろ。勇者様が魔王を倒してくれると信じてるんだろ、この兵士。まあ、しょうがない。厳しいことを言われて育っていくんだ、勇者も。またこの軍団か。これ強いんだよね。お、いいね。魔法使いを一発で倒した。メラ。作ると、しかもキャタピラーに捉えられたか。9しか当たらんわ。シャドウ一発で倒せる？おお、倒せない。さらにスクルトを唱えられた。これはどうする。魔法使いを自分で倒してメラを唱えておくか。あ、ゆずちゃんが魔法使いを攻撃したか。7、まあまた通るか。ダメージは、うおー、やばい。なんか一戦闘するごとにさ、ピンチになるよな。いや、ゆずちゃんがちょっとな、もう防御力を上げられすぎてるからダメージが通らない。ももちゃん会心の一撃、よーし。なんて厳しい戦いなんだ。薬草か、もっといいものが欲しかったけな。ポイズントード、これもちょっとヒャド唱えていこう。まずはゆずちゃんで減らす。戦闘のポイズントードも倒せなかったか。6、アカネちゃんがな、やっぱり食らうとダメージを持ってかれるよな。宝箱、毒消し草とか普通すぎるマジで。で、魔法使いか。魔法使いはちょっとゆずちゃんに。よし、おー、いいね。ゆずちゃん防御力は高い、確かに。すげえ敵が出る。軍隊ガニとか、これもヒャドだな。ギラは覚えないときついか、せめて。うわ、ゆずちゃんダメだ、全然当たらない。これはもうヒャドに頼るしかない。35、倒せるか。10、めちゃ食らうな。会心の一撃、それはありがたい。ゆずちゃんでも4食らうか。もうこれはメラでいこう。2、これでメラで倒せるか。よーし、一戦一戦がかなり厳しいな。あとはいいか。カザーブの村を発見。入っていきましょう。夜になった？まだ夜にはなってないか。カザーブ、山に囲まれた小さな村ですと。この村より北に行くとノアニール、西に行けばシャンパーニュの塔があります。力のない魔法使いでも毒針で急所をつけば怪物を仕留められるという。昔はこの村の道具屋でも売っていたぞ。これなんかアイテムないのかな。ないか。
この草むらとか怪しかったけどね。教会は何にもなさそう。右の墓地に出ましょう。ここには偉大な武闘家が眠っている。彼は素手で熊をも倒したという。できるならあやかりたいものだな。って言ってさ、お前剣とさ盾装備してんじゃねえかよ。これ夜になるとなんかあるっけ。小さなメタル、よし。なんか武闘家の魂みたいなのが出てこなかったっけ。武闘家の魂っていうか武闘家の幽霊みたいなのが。もう夜が近いからちょっと夜にしてみますか。これはね、昼の顔と夜の顔があるんで。ここは何屋さん、階段がある。だからね、その村はエルフを怒らせたために村中眠らされたわけ。どこかに眠りの村があるなんて信じられないよね、旅の人。ここは村の坂はゆっくりしていってくださいって言っても別にさ、何もないからね。こっちに階段があるのはお見通しよ。おー、なんか入ってそうだな。命の木の実いいね。何もない。パパとママなら夜になれば帰ってくるよ。別にさ、君のパパとママには用はない。毛皮のフードを手に入れた、やった。これはどうしようかな。ももちゃんだな、ちょっと何にもかぶってないから。毛皮のフード貢ぎましょう。こうやって現地調達していけば金も節約できるな。で、道具屋ですと。ウサギの尻尾、これ何。運の良さが上がるのか。あ、革のドレスが売ってる。高い、420円。まあ、革のドレスも女性専用ですよね。で、これは捨ててこパンツ、いらんわ。一応見てみる。装備できない。え、装備できないの。誰も装備できない。まあ、後で道具袋に入れて売っ払いましょう。で、宿屋はまだちょっと寝ないでおいて、漁るもん漁ろう。特に何もない。私は神田田を追ってここまで来た。何でもどこかの塔に逃げ込んだ。シャンパーニュの塔でしょ、なんか。武器防具屋。おお、鋼の剣、チェーンクロス1000円、超欲しい。チェーンクロス鉄の剣、全然もう金が足りなすぎる。まあ、そういう金ためとかさ、レベル上げとかしてないからなんだけどさ、まあ、まずちょっと夜にしよう。ここら辺の敵をぶっ倒しつつ、キラビーが出てくるか。全力でかからないとな。ほら、くらえ。銃も食らうの。ゆずちゃん、とりあえず人面鳥をなんとかしてください。よし。所詮俺もさ、まだ聖なるナイフだからね。こうやって言うと大層な剣持ってるけどさ、ナイフだからね。あかねちゃん、やっぱりギラだな。ギラ欲しい。ここでだってさ、ゆずちゃんがさ攻撃してさらにギラを唱えれば、もうだいたい戦闘は終わったも同然でしょう。次くらいでギラ覚えてくれればいいんだけど、まあ、ゆずちゃんもちょっと食らうね。やっぱりここら辺の敵になると50円か。まあまあ持ってるね。ただマジックパワーが1になってしまったってか。軍隊ガニか。そうだ、こいつらもめっちゃ硬いんだよね。64。いや、これ装備をさ全てここで整えようとすると相当のレベル上げが必要だね。うわあ、ガネちゃん13とか、硬すぎる。いや、マジで硬すぎる。10よーし。で、経験値がすげーってほどでもないからね。ちょっとこれ、あ、夜になったもん。で、こっちですね。宿屋の親父がいなくなってるんで、今のうちに盗みを働きましょう。完全に盗賊だな。グーグーグー。はははバカなやつだ。毒針を見つけたぜ。もらっていこう。棍棒も売っ払おう。で、この宿屋の親父は朝来て、何、宝箱開けられてるみたいな。あ、骸骨がいる、左ね。
もう店じまいだってさ。まあ後で骸骨に話しましょう。こう見るとさ、あの剣士が骸骨にやられたみたいな。あれ？あ、なんだ。噂ではノアニールの西の森の中にエルフたちが隠れ住んでいるそうですよと。これはいいよ。グーグー。おやめくださいませ。主人が見ていますわ。あら、やだ。寝ぼけちゃったみたい。このお母さんはちょっといつか浮気しそうだな。不倫に走りそうだ。じゃあ骸骨のところに行きましょう。金くんねえかな、骸骨。このさ、なんていうの、牧師さんっていうの24時間営業なんだ。寝ないで大変だな。私は偉大な武闘家。自分で偉大なっていうのか。噂では素手で熊を倒したことになっておる。しかし実は鉄の爪を使っていたんだよ。わっはっはわっはっはじゃなくて鉄の爪くれよ。その鉄の爪はどこにあったんだよ。くれくれないか。まあ、確かに墓場まで鉄の爪を持ち込んだらさ、あれこいつ素手で倒したんじゃなくねっていう疑惑がね持ち上がるからね。で、じゃあ寝ましょうか。で、毒針をねどうするかなんですよね。一応確か8分の1くらいの確率で、てか毒針の方がブロンズナイフより強いんだけど。じゃあ毒針装備しておくか。割とね高く売れたと思うんですよね、毒針って。毒針って攻撃力1とかじゃなかったっけ。まあ上がったのかな、リメイク版で。まあ一応いくらで売れるかだけは見ていきましょう。金不足なんでね。毒針7円とか超安いわ。全然違った、全然高く売れなかった。捨ててこは売ろう。捨ててこの方が全然高いね。コンボも売ろう。命の木の実とか使っていくか。ブロンズナイフももう売っちゃっていいよね。あと袋にあるのはこんなもんか。命の機能はもう自分に使います。最大1目と5、いいね。さて589円で何が買える。ちょっと何にも買えないね。貧乏人には用はないっていう感じか。道具屋の親父は今日になって慌てていることだろうな。うおー、またわけのわからない敵が出てきた。シャドウを使おう。アニマルゾンビ、あれメラ向こうか、唱えてきたの。ボミオスくらいだったらねダメージを食らわないんで全然いいですね。オーケーオーケー。狩りってあんまりな、持ってないよな。変わらんよね。敵が強くなる割にはそこまで劇的に金とかが増えない。グーグーグー。そう、ここはみんな寝てるんすよね。すやすやすや。グーグーグーと。まあ、とりあえず、あさるもんあさろう。よし、力の種をゲットする。あ、これ、袋も見れんだ。たまたまなんかさ、あれだったけど。じゃあ、右の袋とか調べられんのこれ。あー、それはできないね。で、一人だけね、起きてるやつがいるんすよ。毒の沼地とかってなんか怒ってんのかな。てかさ、ゆずちゃんまだ何にも覚えないね。マジックパワーだけ、やたら増えてんな。この上とかにいるんだっけ。これ勝手に寝れるんだっけ。ちなみにそんなことはできないか。この子かわいいっぽい、寝てるけど。今寝てるんだったらいたずらしい放題だよね。ちょっとパンツ見たりさ。川の腰巻き。川の腰巻きって何。守備力がすんげえ、鎧守備力がすんげえ上がるんだけど。川の腰巻きは男性用かな。装備しよう。川の鎧より強え。腰巻きごときがなんでだよ。上半身裸でしょ、川の腰巻きってことは。それが川の鎧より、しかもだいぶ攻撃力じゃなくて守備力上がったからね。で、こいつも寝てると。あ、こいつが起きてるね。おお、どなたからは知りませんが、どうかエルフたちに夢見るルビーを返してやってくだされ。夢見るルビーを探してエルフに返さなければこの村にかけられた呪いは解けませぬのじゃ。エルフの隠れ里は西の洞窟のそば、森の中にあるそうじゃ。あ、行けない。
中に入れない。夜になればいなくなるかな。それとも夢見るルビーを返さないと入れないかな。でこのイベント自体はねやる必要はないんですよ。まあただレベル上げと金ためにはなるんで。てかさ毒芋虫とかデスフラッターとか大丈夫かこれ。ゆずちゃん頼む。ダメージは通る。デスフラッター82回攻撃かよやべやべやべ。これ集中攻撃食らうと確実に死人が出る。いやーデスフラッター強いわ。デスフラッターを先に排除しよう。あ毒芋虫も倒せるか。もうヒャドだな。これは無理だわ。いやーあしかもさ別のやつ狙ってくるんだね2回攻撃で。まあここでちょっとだけ強くしないと無理かな。先へ進めぬ。マジックパーしか分かんない。ももちゃん、あかねちゃんがレベル上がってさギラを覚えてほしいんだけど。マヌーサとかいいわ。ルカにも覚えた。バギとかいつ覚えるんだ。うおーさまよう鎧とか。マジですか、これもマジですか。って待って待って待って、デスフラッターも危険だからな。これはどうだ。ゆずちゃんいいね。デスフラッターを狙ってくれたのはいいよ。会心の一撃よし。ヒャド、これでデスフラッターはとりあえず排除した。デスフラッターからの攻撃を食らう前に排除したのはでかい。ゆずちゃん、うおーホイミスライム。ゆずちゃんであんだけ食らうってことは、でホイミスライムはマジ厄介だからね、倒しとかないとね。回復されるから。ヒャド、これで倒した。よし。でまた仲間呼ばれたらさ永遠に先に進まないんだけど。おおゆずちゃんガー16とか死ぬ。やばい、これはちょっと自分で自分を回復するしかない。であかねちゃんのヒャド頼みだな。仲間だ。やばい食らう。死ぬ。危ない危ない。ヒャド、これさ1回の戦闘で全てのマジックパワー。おおしかも効かないのか。ももちゃんはゆずちゃんを多分回復してくれると思うんだよね。いやでもさすがにホイミスライムは厄介だから。おマヌーサとか幻幻いいね。31よしよし。でも倒せない。ホイミスライム C とかもうどんだけ出てくんのよ。そしてどんだけヒャドを唱えるのよ。ゆずちゃん、ゆずちゃんだろ。やばい、あかねちゃんもいる。ゴーだからゆずちゃん回復してくれよ。これはゴー、あかねちゃんもやられた。帰ろう。ちょっと待って、これは倒したい。うお強い仲間だ。やばい、ホイミスライム回復されたら終わるぞこれ。ホイミスライムを先に倒そう。よしゴー。なんて長期戦なんだ。いやほんと厳しいわ。175の経験値。あそっか、2人だからか。なるほど、ルーラーがないからな。これまたキメラの翼使うか。あったよねキメラの翼、あと1個。ロマリアに帰るか。そうするといやカザープでいっか。別にわざわざロマリアに帰る必要はないんで。で蘇らせて、これはもうちょっとバイトが必要だね。蘇らせて寝たらバイトしましょう。金が減る。ゆずちゃん70円になってる。かといってお金もそんなに溜まってないな。生き返らせるあかねちゃん50円。よし、では宿屋に寝て。何か買えるかって言ったら買えないよね700円だからな。チェーンクロスをまず買いたいんだよね。1000円だったっけチェーンクロスって。こうやってね徐々に徐々にお金が減っていくんだよな。キメラの翼はねただね1個持っておきたいんだよね。ちょっと道具屋の親父のところに行こう。毒針がないって冷静だなこいつは。
まあ袋でいいわ別に。で692円か。さて、鉄の槍が買えるけど、買えるけどどうなの？倍するのか。鉄の槍の鋼の剣は、鉄の爪は完全に武闘家なんでチェーンクロスだな。鉄の鎧全然攻撃って、革の腰巻きってどんだけ強いの？鉄の鎧とさ防御力が1しかかかんないんだけど。鱗の盾、青銅の盾を買ったばっかな。頭がないね。頭を揃えるか今度。鉄の槍買っとく。鋼の剣は無理か。チェーンクロスを先にするか。とりあえずミックスの攻撃力を上げておくか。とりあえず鉄の槍買おう。さすがにしょぼいからな。聖なるナイフは、で聖なるナイフはどうなの？渡す。下がる、下がる、上がる、上がるけど毒針か。でも毒針って別に攻撃しねえかんな。いっか、なんか白熱メタルとかメタルスライムが出てきた時のために取っとこう。よし。じゃあそんな感じで、かなりねもうここら辺の敵が強すぎるんで、ちょっとねバイトをしてから、次へ進んでいきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。